Everyday moments are the important moments that connect us. Kiuna Goya! みなさん、こんばんは。9月22日、午後10時になりました。名古屋にあるダンサーズスタジオから、旧名古屋、お送りいたします。もうだいぶ秋のね、予想になりましたね。食欲の秋でございますよ。王子みたいにね、ちょっと食べ過ぎかな。コレステロールがね、溜まってきました。名古屋のマスクマンでございます。おだまり。はい。急に涼しくなって、なんだか体がまだ夏モードなので、ちょっと肌寒く感じる味噌煮込みスキーと。名古屋も朝晩、大変涼しくなってきましたので、寝冷えをしないように気をつけなきゃと思っているダンサーズでございます。裸で寝てんじゃないの？かもね。はい。はい。今週のテーマは、宇宙。今週のテーマは宇宙です。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギドワンで検索してください。また、インターネットラジオ配信サイト、リスンラジオ、リスラジからも放送しています。地域選択から九州、沖縄を選択し、FM ギドワンを選択してください。本日はゲストコーナーがあります。本日の電話ゲストは、シンガーの福田康之さんになります。22時12分頃からとなります。この番組は、高級木材のご用名は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイト、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、陸上海上輸送一貫サポート、東海協和個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。キウナゴヤ、はい、早速ですね、メールが届いてますんで読みますね。はい、お願いします。はい、名古屋島縄さんからです。ありがとうございます。ございます。こんばんは。こんばんは。こんばんは。朝晩は秋らしくなりましたね。宇宙のことは大好きです。星も月も夕日も大好きです。月面はいつかの誕生日に神奈川の道竹夫妻から月面の権利書をもらって大切にしています。ああ、そこに私の土地がどこかにあるんだと見上げています。すごいですね。月面の権利書、権利書ってことは、だから所有してるってことですよね。月のどこかの。すごい。さて、宇宙人にも UFO にも興味がありますが、先日金星に地球外生命の何かを見つけたとありましたね。興味深いですね。私の知り合いは宇宙人にも UFO にも遭遇した人がたくさんいますよ。皆様はどうですか？ということです。当時はないですね。お会いしたいなっていうね、気持ちはありますけどね。なかなか王子の方にはね、寄ってきてくれないけどね。避けられてるかな。宇宙人に避けられてるかな。そういう可能性がね、多分ありますね。なんか UFO かなーって思って会って期待してみたけど、あれは人工衛星でした。まあそういうこともよくありますね。一定の速度でした。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。続いてですね。はい。愛媛のしんちゃんからです。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。何年か前に、ペルセウス、ザ・流星群が見えるときに、愛媛県で一番宇宙に近い場所、四国、
カルストに行きました。王子は存じ上げないですね。四国カルストは、高知県と愛媛県の県境にあり、標高が高く、周りに明かりがほとんどないので、夜空を見るにはぴったりの場所です。車から出ると、空には天の川が広がっていました。流れ星もたくさん見れることができました。また沖縄の夜空も綺麗だとよく聞きます。沖縄に行ったら空を眺めてみるのも良いですね。いつもタイミングが悪くて曇りか雨です。残念。残念。ダンサーさんやみそにこみすきーさん、マスクマンさんは沖縄で夜空を眺めたことがありますかということです。ありますね。すごい綺麗ですよ。結構あなたたちはロマンティックでございますね。そう。こう夜空をあまり見上げるっていうのはね、あんまりないんですよね。そう、なんか旅行行った先とか、まあ、出張先でもいいんですけど、空とか見上げないですか？あんまり王子ね、多分もう、酔っ払っちゃったんだろうね。結局そう、酔っ払って、キラキラ光るお姉さんばっかり見てるからじゃないの？そうだよね。ふざけるな！本当にね、あまりそういうね、ことがないですよね。いい気分になってね。空は見上げなくて、お姉さんを見上げる。どこ見てるかわからないです。ありがとうございました、はい。ありがとうございます。では行きますね。はい。旧名古屋の皆さん、こんばんにゃ。こんばんにゃ。読谷村のフルムイカリーです。ありがとうございます。ありがとうございます。今週のテーマ、宇宙。一度で良いから大気圏を飛び出し、宇宙から青い地球を肉眼で見てみたいですね。それと地球が見えなくなるくらいの宇宙の旅はしたくないですね。帰れなくなると怖いので。また、宇宙では宇宙空間で着用する頭の上からすっぽり被る宇宙服は絶対着たくないですね。私は閉所恐怖症の毛があり、宇宙服を着用したら顔を直接触れないので、おそらくパニックになる気がします。すごいわかります。なんか私も閉所恐怖症なんで、なんかこう密封された空間とか怖いです。はい、続きもいきますね、はい、宇宙ステーションの中から無重力を楽しみながら地球を見たいですね。私ら50代がこれから存命中に気軽に宇宙にはまだ行けないだろうな。番組最後まで頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。でもね、宇宙ステーションの中でのね、いつもね、王子考えるのはね、こう催しがあるじゃないですか。催しってあっちの方ですね。生理現象かな。そう、逆におしっことかね。それはどうしてるのかなっていうのをね、いつも考えちゃうんですけどね。なんかその簡易的なものがあるのかな、なかなか大変だろうなって思うんですけどね。ちょっとまだそこまでね、王子も調べてないですけどもね。まあ王子がもしね、その場所にいたらね、ダダ漏れでしょうね。おだまり。そこまで我慢できないもん。はい、次のメールどうぞ。はい、じゃあ続いてですね、ゼリガタ警備からです。ありがとうございます。名古屋出身のお三方ならご存知かと思いますが、昔私がリーチマージャン栄の沖縄店に通っていた時のことですが、私のマージャンの打ち方が独特で変わっていたことから、メンバーさんから宇宙人みたいな打ち方をするねといじられ、ちょうどその頃はアコモの無人君の CM で宇宙人が出演していたことから、あー、なんか懐かしいですね、来店するたびにメンバーさんから宇宙人と呼ばれていたことがありましたということなんですね。まあ王子ね、マージャンやらないからわからないんですけど、まあいろいろなんかこの打ち方があるみたいですね。まあ上手な方、まあこの、ね、言葉悪いです、下手な方、まあいろいろあるみたいですけども、テクニックがあるみたいなんですね。ただね、王子はね、何を言われてもドンジャラとかありましたよね、昔。ドンジャラ。あれもでもマージャンの簡単にそばみたいな感じ。そのレベルしかわからないですから ね。用事用しかできないですから。あ、ツイキャスでね、ちょっと、お初ですね、多分。はい、悪徳大使さん。
で、いや、こう、ツイキャスネーム。通過日時を確認して、国際宇宙ステーションを見るの好きです。たまに何気に空を見てると UFO 現れたりしました。おう。夜、月や金星が見えるときには、超ドアップにして撮影しています。朝日夕日も超ドアップにすると、黒点見えたり、飛び上がってる炎も見えますよ、ということで。すごい。あ、で、浦添のしんちゃんさんもコメント。チャービラ祭。チャービラ祭。沖縄からです。あと、キャンさん。皆さん、こんばんは。番組へのコメントは初めまして、宇宙がテーマと聞いてコメントしに来ましたということで。ありがとうございます。ありがとうございます。あと、ひろちさんも宇宙ということですが、僕は星を一つ買いました。1万円で買って、買ったという証明書も送られてきましたということで。買えるんですね。買えるんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ではではでは、はい、CM の後は電話ゲストのコーナーです。はい。はい、建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花林など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプル8ではフォークリフトの整備塗装ができる社員を募集中。社員寮完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ 052-653-0071、 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から上村かなさんのトイレの神様まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聞いてくださいね。私ども東海共和株式会社は陸上海上輸送を一貫サポート。名古屋沖縄間の物流をはじめ日本全国をカバー、さらに海外への輸送も行っています。お客様の大切な貨物を運びます。東海共和株式会社 052-389-7817。 キウナ名古屋。はい。今日のゲストコーナーは、沖縄県、沖縄市出身でございます、シンガーソングライター、福田康之さんです。こんばんは。はい、こんばんは。どうも、お時間いただきましてありがとうございます。ダンサーズでございます。いやいやいや、こちらこそ。ありがとうございます。はい、はい、よろしくお願いします。12月以来でございますけども、あ、そうですね。はい。そうなんですよ。はい。時は早いですね。早いですね。早いですね。もう本当に福田さんも、この、その間ですけれども、大変ご活躍をされていらっしゃると思うんですけども、はい、毎日お忙しいんじゃないですか？そうですね。また今、次の、はい、曲。というか、はい、発表したい曲を録音したりとか、あ、はい、はい、ごたごたやってますけどね。あ、そうなんですね。はい、もう録音の方は沖縄の方でされていらっしゃるんですか？そうですね。基本的にも全部、沖縄の方で、なるべく終わるようにしてますね。はい、あ、そうなんですね。はい。はい。実は私、11月に、お会いしておりまして、はい、昨年の11月ですけども、お会いしまして、その時にもですね、一緒にお邪魔したものが、今日、はい、ここにいますので、変わりますので。はい、はい、福田さん、ご無沙汰しております、味噌煮込みスキーです。
どうも、そうです。久しぶりです。ご無沙汰しております。はい。昨年にお会いして以来、それからすごいですね。なんかもう本当に、プタさんの楽曲を聴かない日はないと言ってもいいぐらい、今ね、あちこちで流れておりますけれども。ね、先月は、ね、アルビシアイラジオのミュージックシャワープラスプラスのシャワープッシュに選ばれまして、あと TBS さんの方にもね、選ばれまして、千年花火の歌が。そして、はい、なんと今月9月は、まあ、こちらで、名古屋でも、地元のラジオ局であります CBC ラジオの9月の今月の歌にも選ばれて、はい、もう本当にすごいなと思って、そうですね。ねえ、本当にだからもう、聞かない日はないというぐらいね、この、千年花火を聞いておりますけれども、こちらの曲は、はいはい、7月4日に配信されたということで。そうなんです。はい、そうです。ねえ。7月4日に、はい、はい、配信させていただいて。で、作詞は松井五郎さんということで。はい。かなり有名でございますけれども、はい、配信ということはですね、はい、ダウンロードして聞くというか、そういう感じでしょうかね。うん。そうですね。ダウンロードと、プラス、その、はい、iTunes とか、はい、そういったものに登録されている方は、はい、そこで僕の名前で検索していただくと、はい、iTunes でも、いつでも聞けますよっていうことですよね。はい。そうですね。ありがとうございます。そしてですね、はい、福田さんにはですね、メールが届いておりまして、そうですか。名護島奈さんからです。あ、島奈さん。はい。はい、はい。今夜のゲストですね、福田さんの千年花火がかなりの勢いで全国に流れていますね。いつかいつか私たちの福田さん、テレビで歌ってもらいたいです。それまで頑張ってみんなで応援してますね。11月のモッズのライブを楽しみに生の声を待っていますね、ということでメールいただいております。はい、そうですね。ありがたいですね。はい、で、11月のモッズのライブ、決まったんですね。そうですね。まあ、まあ、今こういった、はい、まあ、コロナの時期ですから、はい、まだ、やっぱりどうなるかっていうのはまだなんかこう、あやふやな状態ですけれども。そうですね。まあ、とりあえずなんか、また、できればいいなっていう気持ちではあるんですけどね。ですね。でも本当にこれで、最近ね、いろいろ、まあ、人数は制限がありますけれども、ライブをされてるね、はい、ぼちぼち始めてますので、ね、ぜひとも11月の4日、ライブハウスモッツで開催できるとね、本当にもいいですね。そうですね。はい。そしてごめんなさい。もう一人ね、福田さんとお話ししたくてうずうずしている人がいるので、変わっても大丈夫でしょうか。はい、はい、どうぞ。はい。こんばんは、おはつでございます。あ、どうも、こんばんは。滑り王子、マスクマンと言います。ちょっとびっくりするかもしれないですけども、よくもう、トークが滑るということですね。そういうネーミングがついておりますけども。何せ自分でつけましたんで。お黙り。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、私もですね、福田さんの千年花火をね、聞かせていただいたときに、心地よくね、耳にこう入ってくる、感じがしまして、はい。一つね、玉木浩二さんの、はい、玉木浩二さん。この声質っていうんですかね、そこ、なんかこう、はい、被るところがで、ピンってこう来たんですね。もう、すごくね、柔らかいっていうんですかね。はい、すごい心に響く、歌い方をされる方だな、っていうことで、ね、すごくね、感情豊かになりました。ああ、ありがとうございます。まあまあ、私はまだ、福田さんとお会いしたことがございませんけども、また機会があればですね、はい、お会いしたいなと思いますんで、よろしくお願いいたします。はい、こちらこそぜひ、お会いできる日を楽しみにしております。今日はこういう感じで、滑ってないですよね。全く、滑るところも何も一つもないですね。ありがとうございます。一回会ってからだと、よく滑りますよ。じゃあ、ぜひ、それちょっとお聞かせいただきたいと思います。はい、わかりました。はい。
私ですね、この、はい、実はもう先月の、ミュージックシャワープラスプラスシャープ集、RBC アリラジオでもう毎日流れてたんですけども、はい、いやもうね、本当この毎日もう朝からもう夜までずっと流れてる感じがしてて、本当ね、この今、まあ、スビリ王子も言ってましたけども、すごく耳に心地よく、なんか体に何でしょう、馴染むっていうんでしょうか、浸透するんですっていう感じで、ずっと聞き入れて いけたのがすっごい良かったなと。で、あと、ありがとうございます。で、今月はあれですね、CBC ラジオの方でもっていうことなんですけども、はい、なんかあれですね、はい、この CBC ラジオ今愛知県にあるんですけども、はい、福田さん、愛知県の方にお住まいだったんですか？そうですね。一時期、はい、もう18歳ですかね。はい。一度ちょっともう県外ちょっと出て、はい、県外で暮らしたいなっていうのがあったんですね。で、それで、愛知県の方に1年間ぐらいちょっと就職しまして、はい。住んでたんですけれども、はい。で、まあそこでですね、ちょうど、もう、なんて言うんですかね、三振をもちろん持って行ってたんですよ。はい、で、仕事が終わったらちょっと点点点で弾いたりとかしてたんですけど、はい。面白いのに、ことが、たまたまですね、はい。その時に、シマンチュの宝が、はい。ビギンさんの、ね、その曲が、うん、深夜の3時ぐらいの、名古屋の、はい、テレビの放送で流れてて、天気予報で。はい。はい、これ、なんで、名古屋で三振の音があるんだろうってちょっと思ってて、うん、で、なんか不思議だったんですね。はい、で、それを聞いたときに、なんか、無性にこの沖縄に戻って、はい、沖縄のその伝統音楽をもう一度ちょっと勉強しないといけないなっていう気になりまして、はい、それで、また戻ったんですね、沖縄に。ああ、そうなんですね。はい。なので、すごく東海地方に関してはすごくいろんな、うん、優しくされた思い出とか、うん、綺麗な景色見に行かせてもらったりとか、はい、いろんな思い出がありますね。ああ、実は愛知県、この東海地区なんですけども、はい、沖縄出身の方結構いらっしゃいまして、うん、そうですね。本当に同じように福田さんと同じように就職されて、そのままもうこちらに、はい、お住まいになられたという方が結構いらっしゃって、県人会の方も結構盛んに活動されていらっしゃるという、そういったところなんですね。はい、で、はい、そうですね。はい、私たちも、ですので、こういった、もう、三線の音色とかっていうのも、やはりラジオとかで聞くことがあるんですね。うん、すごいですね。なんか、なので、なんか、またこうやって、今回もかけていただくときも、そういうふうに、はい、沖縄の、もともと出身の方とか、うん、そういった方たちに届くといいなと思いますね。そうですね。本当にもう、はい、私たちも名古屋に住んでて、この毎日、この、千年花火が流れてるっていうことがすごく嬉しく感じますので、ぜひですね、もう本当、皆様ぜひ、千年花火で検索、はい、もしくは、福田康幸さんの、で検索していただければ、ダウンロード簡単にできますので、はい、ぜひ皆さん、聞いていただければと思います。はい、この配信シングル、ね、ぜひお聞きいただければと思います。はい。はい、すいません、本日はどうもありがとうございました。ね、まだまだお話ししたいことがたくさんありましたけれども。お時間となりました。はい。はい。そうですか。はい。残念ですね。はい。はい、ありがとうございます。本日の電話ゲスト、福田康幸さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。千年花火、はい、はい、
ね、福田康之さんでしたけれども、うん、はい、ね、本当に三線のね、優しい音色のあの曲、千年花火、ぜひぜひ聴いていただければ。今日ね、ツイキャスではちょっとね、かけれないっていう、ちょっと残念ですよね。大人の事情でダメです。大人の事情がありまして、本当にね、はい、ぜひぜひダウンロードしていただけたらと思います。はい、ではメールいきますね。はい、はい、すごくご無沙汰していますが、元気にしていますか？神奈川のみっちゃんです。あ、ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。こんばんは。テーマが宇宙と知って黙っていられなくてメールしました。気まぐれですいません。実はこの7月に退職し、縁あって8月から JAXA 相模原に勤務しています。おー。話したいことはいっぱいあるけど、やっぱりはやぶさ2です。12月6日にカプセルだけ放って、自らはまた新たな旅立ちに出ます。達成したら、衛星とはいえすごいですね。達成したら日本中がまた盛り上がると思いますので、皆さんぜひ注目していってください。それから、JAXA 相模原にもぜひ遊びに行ってください。感動を分かち合い、乾杯しましょう。よろしくお願いします。ということで。ありがとうございます。もう宇宙のテーマにふさわしい方からメールが。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてですね。はい。フルムーシンイチさんからです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。僕は普段から、ヤチムンや琉球ガラスを多用していますが、特に宇宙を感じさせるような奥行きや広がりのある工芸品が好きです。ということなんですね。写真もいただいてますが、ちょっと見えるかな、見えるかな、白黒でちょっと残念、はい、うん、ですね。でもね、はいはい、実際に見たらね、素晴らしいと思います。やちむんね。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとツイキャスですけども、はい。僕は力持ちさん、UFO を信じますか、信じませんか、できてますけど。で、王子は信じるよ。うん。会いたいもの。うん、僕は信じない方なんです。私も信じない方かなって。信じない方です。怒られるね、このテーマで。あ、キャンさんから、日本初の宇宙港が、沖縄の下地島になったのも感慨深いですよねって。なんかそう言って、そう、ありましたね、そういえば。はぁ、はい。しんちゃん、うずらそういうのしんちゃん、宇宙か UFO を思い浮かべますね。何回か見てますよ。もうすごい。神さん、見てるんだ、やっぱりすごい。神さんはユタの家系なので、感じやすい体質かも。っていうことで、多分呼び寄せるんでしょうね。うん、シュプリームさん、甥っ子は、宇宙と書いて、空と読むキラキラネームの持ち主です。ということで。かっこいい！は、ああ、さすが、空くんなんだ。宇宙服を、悪徳大使さん、宇宙服を脱いだら血液と体液の水分が沸騰して爆発してる。ああ、そっかそっか。宇宙服が怖いって話からですよね。そうですね。はい。はい、ということで、エンディングです。はい、エンディングです。はい。はい。来週のテーマは？掃除。便利な掃除グッズ、掃除の方法などエピソードを送ってくださいね。この番組は陸上海上輸送一貫サポート東海共和ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライフォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプル A と名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、高級木材のご用名は名古屋中川名木、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あのバッテン熊五郎さん、はい、おだまりって書いて、はい、はい、おだまりで。あの、はい。はい、ということで、はい、今週もありがとうございました。閉店ガラガラ。今週もお聞きくださいましてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ね、福田さんのインタビュー、ちょっと足りなかった時間が。時間が足りなかったですね。そうだね。はい。はい。では、はい、来週のテーマは掃除です。はい。よろしくお願いします。掃除は好きじゃないです。掃除はね、嫌いじゃないんですけど。はい、また来週。はい、はい、はい。